私自身今回辞職をするというような決断を固めたということと変わりました。町議会議員らの前で淡々とした表情で辞意を示した東郷町の今田健二町長、昨日辞職願いを議長に提出しました。今田町長をめぐっては職員に対するハラスメント発言が問題となっていました。疑惑が浮上したのは去年11月。アホか、お前なんかできとれへん、一個でもできとるかドーって話だよ。バカじゃねえって話、いや本当にバカじゃねえって話。この音声の他にも町長のハラスメント発言の場に居合わせた町職員関係者は、幹部会議で町長が発した言葉、お前何しにおるんだだとか、最上級のアンポンタやろ、あれはないよなと思いましたね。繰り返されてきた今田町長によるハラスメント行為、発覚後の記者会見では、改善を促すとかそういう意味で、発してしまったと。発言を認めたもののパワハラやセクハラの意図はなかったと釈明。自身の進退は弁護士で構成する第三者委員会の結論を踏まえて判断するとしていました。そして今月22日、第三者委員会が公表した調査報告書にはハラスメント発言の数々が。パワハラとして認定された発言は、死ね、頭が悪いな、バカなの、三流大学出身、ポンコツ1号、ポンコツ2号、辞めたら、転職したら、部外者がいる前で担当から外れろ、草刈りくらいならできるだろう。さらにセクハラに該当したものの中には、いつ巨乳になって帰ってくるの、子供を作れといった発言や、着ぐるみの中に女性職員が入っていることを認識しつつ抱きついた行為などもセクハラと認定されました。役場の職員の皆さんの職場環境を悪くしているし、そして役場の機能を低下させることにもなっていると。第三者委員会がハラスメント行為と認定したことについて会見では、すべてに対して理解納得しているわけではありませんが、要するに記憶のない部分もありますが、ただしそれも含めて自分の中で今後の活動、行動、言動について指針となるものだと思いますし、役場としても大変重要なテキストになるというふうには思っております。納得がいかない部分もある中、辞職を決めた理由は、今東郷町の評価のされ方、皆様のレンズを通り越した上での評価のされ方というところについては私も本意ではありませんので、そういったところで、事態の沈静化。辞職は来月2日付、今後支給される退職金の扱いについて聞かれると、何も考えておりません。自分自身のことは何も考えておりません。次の町長選挙への出馬意欲については、すべての可能性を今日今の段階で、排除することは考えておりません。可能性がゼロではないという意見ですか。100でない、肯定しないということです。今田町長が辞意を表明したことについて町民は、ちょっと遅いぐらいだわな、もう すぐ辞めてもらわなかったんだね。待っとったんだ、あの人は、ね、給料もらってボーナスももらう。うちの息子が東京行っとるんですけど、東京でも流れてたということで、
俺愛知県の東郷町出身って言えんくなったっていうようなことも言ってましたからね、息子も。東郷町いいイメージがな、イメージダウンというか、そういうので他の方からも言われたりとか、なんか東郷町民として恥ずかしいな